広告業界最大級の総合イベント、アドバタイジングウィークがついにアジア初上陸。こちらは日用品メーカーのマーケッター愛さん。幅広い知識や最新ノウハウを手に入れたいけれど、毎日忙しくて時間がなく、探し方すら分かりません。何かいい方法はないでしょうか。そこに広告会社の友人 B さんがアドバタイジングウィークアジアに参加するといいそうです。アドバタイジングウィークは毎年ニューヨークとロンドンで開催され、これまで200万人以上が参加した世界最大級の広告業界総合イベント。魅力は企業のマーケッターはもちろん、クリエイターや起業家、アドテクやメディア、広告会社といった広告業界で活躍する人々が、若手から経営層まで一堂に会する点。リーさんはこれまでニューヨークとロンドンで、日中は一流経営者の講演やセミナー、夜はカクテルパーティーやライブイベントに参加。幅広い知識やノウハウを手に入れ、新しい人脈に刺激を受けながら、アイデアがひらめき、会社の業績をアップさせたそうです。リーさんの話を聞いて、早速愛さんもアドバタイジングウィークアジアに申し込みをすることに。情熱的な関係者との出会いを期待して、今から興奮しちゃいます。アドバタイジングウィークアジアは5月30日から6月2日まで六本木で開催。あなたも参加してみませんか？